こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。ドラマーにも役立つ理論シリーズというのを作ってみようかなと思ってですね。ドラマーやってると、こう、生徒さんとかにもよく聞かれるんですけど、理論とか必要ですかって言われる。まあ、知ってるに越したことはないですけど、知らなくてもできちゃいますからね。ただまあ、これぐらいは知っておいた方がいいんじゃないっていうのをちょっとピックアップして、やっていきます。まあ、他の楽器の方でも、あ、なるほどなっていうところで、見ていただけるといいように作っておりますので、そういう風にしてやっていきたいと思います。まずはですね、ディグリーというのを覚えましょう。ディグリーというのは度数ということなんですけど、これローマ数字で書くやつなんですね。で、これが何かということと、でメジャー、251っていうのはメジャーとマイナーっていうのがあるんですね。で、曲のコードがあっという間にこのディグリーっていうので覚えると、使うとめちゃくちゃ簡単に覚えられますよと。で、メロディーの最後の段が251っていう風になってたら、まあ、定語の後のテーマ、メロディーをやった後の、まあ、エンディングとか、そのソロに入るところの、予測が、展開が予測できるので、こういうふうに自分でこう展開させていくっていうことができるようになるんですね。で、これは別にその251って譜面を見てなくてもできる、感覚でできる人もいるんですけど、やっぱりちょっと覚えておくと譜面をパッて見たら、あ、ここでキーが変わってるなとか、そういったものがパパッと分かっていくようになる。という話ですね。ではまずやっていきますね。で、まずディグリーっていうのは何かっていうと、まあ、要は、こう、これ度数定規って、僕のよく一緒にやってる荒川くんが作ってくれたんですけど、ベースのね。このドレミファソラシドっていうのは、基本的にはこの、白鍵と黒鍵両方合わせてこう12個こう均等にこう、並んでるわけです。間隔が均等間隔になってるね。で、白鍵、要は白鍵って僕も言ったりしますけど、白い鍵盤の方は、これはよく使うドレミファソラシドなんですね。メロディを作るのに、この12個全部まんべんなく使うとやっぱうまくいかないので、よく使う音をこう手前に持ってきたわけなんですね。で、そのキーが変わると、こう、シャープがついたり、フラットがついたりとかするっていうことなんですけど、これは全部感覚一緒なんですね。なんでこのシャープがつくかっていうと、F から始めると、ドレミ、ファのところが、この B のフラットになるね。このフラット、ここにあったものがこういう風に来るっていう形で、この間隔が全部一緒なんですね、ディグリーね。で、この、ドを1、レを2、レを2、3、4、5、6、7っていう風に、このアラビア数字でつけていくんですね。そうすると、キーが変わっても全部同じなんですよ。で、マイナー7とかメジャー7とかつくじゃないですか。それは、メジャーとマイナーでちょっと違うんですけど、基本的にはつくディグリーっていうのは、ここはね、こう、キーが変わっても全部一緒に並行して移動していくっていうことなんですね。これめちゃくちゃ便利なんで、こういうふうにやって、キーが A だったらどうだっけみたいなね。そうすると、あ、ここが、こう 3番目の音が黒鍵になってて、あ、この6番目と7番目の音が黒鍵になってるねっていうのが、まあ、シャープが3つつくんだなっていうことがわかると思うんですが、まあ、この辺細かいことはですね、別の動画でやってますので、ちょっとここは今回の内容とはちょっと違うので、先進みたいと思います。はい。ディグリーにつくコードはキーが変わっても同じということでですね、今話した通りなんですが、これはメジャーのスケールで作ったディグリーになるんですが、その時はこうメジャーセブン、マイナーセブン、セブンス、2度はマイナーセブン、5度はセブンス、1度はメジャーセブンっていう風になってます、2度は。ね。で、マイナーの251っていうのは、ここがハーフディミニッシュっていうやつになるんですけど、まあ、これはもう決まってます。必ず、2度のところが、メジャーの場合はマイナー7、セブンス1度。これは、どう違うかというとですね、メジャーの251は、こう、これは何かというと、こう、不安定、めちゃ不安定、安定に行くっていうコードのこの動きなの。なので動きが綺麗になるわけですね。まあ、その動きがマイナーのスケールで作ると、こう、最初ちょっと暗くなって、で、最後、な流れが綺麗でしょ。だけど、これ、メジャーに行くと見せかけて、マイナーに行くっていうのは、あんまないんですけど、イソシギの、頭の冒頭の部分、1回目は、この、メジャーに行くと見せかけて、マイナーセブンに行く。で、2回目の時は、マイナーに行くと見せかけて、ちゃんとマイナーに行くっていう風になってるんですけど、で、この、マイナーに行くと見せかけて、メジャーに解決するっていうのも、まあ、あったりするんですけど、この、ここが、ハーフディミニッシュになると、要は、つまりこの2度の、音が、5度の音が半分下がると、ちょっと暗い感じ、限り、あ、
マイナーに行くんだなって思わせるっていう、それだけの話ですね。で、2-5は、基本2-5はどちらも2-5-1というふうに言います。そうするとね、これ、枯葉のコード進行なんですけど、枯葉ってものすごいよくやるじゃないですか。で、枯葉のコード進行をギターの人かピアノの人も結構覚えてるって言われると覚えてない人もいます。で、枯葉はめちゃくちゃ簡単で、ここを見てみると、この、ここね、この3つは、B フラットメジャー7に行くための 2-5-1 なんですよ。なので、C、F、C マイナー7、F7、B フラットメジャー7。ね、C、こんな、なってるでしょ？で、この E フラットメジャー7ってなんだって言ったら、これは、E フラットは、これは、4度のメジャー7。なので、まあ、ダイアトニックコードっていうやつ、ちょっとややこしいですけど、まあ、コードの中に入ってて、要は、2-5-1-4っていう風になってるんですね。で、この下のやつもダイアトニックコードのままで、ね、7度だったりとかするんですけど、これは G マイナーに向かう、要は、この B フラットメジャー7から、この G マイナーって6度マイナーなので、これは平行調って言われるやつですね。なので、G マイナー、同じキーの6番目のマイナーに行くための 2-5-1 っていうふうに考えると、こうですね、G マイナーに行くための 2-5-1 なので、A ハーフディミニッシュ、D7、G になるわけですね。なので、メジャーの 2-5-1、4度行って、マイナーの 2-5-1 だけなんですよ。で、覚えると、これ別にキーが変わっても、例えばこれを、例えば、F にしようとしたときは、例えば、これ最初は、G、G マイナー7、C7、F メジャー7っていう風に変わるわけですね。ここがね、キーが F メジャーだとね、っていう風に変わるわけです。そしたら次は F の後の単サウンド下なので、ここが、E ハーフディミニッシュ A7 D マイナーっていう風になるわけですね。ここはね。っていう風にキーが変わっても、もうあっという間にパパッとこう切り替えれるんです。みんなこういう風に数字で考えてるんですね。そうすると、どこに向かう 2-5-1 っていうのを12キーのやつをこれでこうやってやって全部22個覚えておけば、パッて見て、あ、これ何の 2-5-1 だなって、これはパッて見たら、あ、F の 2-5-1 だなっていうのがパパッとわかるわけですね。これでまあ最初のうちはもう、でももう 2-5-1 の流れは全部こう12個覚えればいいだけの話なので、12個覚えて、マイナーの場合は、ここハーフディミニッシュにすればいいだけの話じゃないですか。そうすると、枯葉はこれで、これで A メロ2回分 OK でしょ。で、サビはこれひっくり返るんですよ。ここが、マイナーが前半で、後半がメジャーになるみたいな。ね。なので、で、最後のシーンとかちょっと、ややこしい 2-5-2-5 っていうのがちょっと入るんですけど、そこさえ覚えてしまえば、もう枯葉は多分、覚えようと思って、こういう数字で得意な人だと多分1分かからず曲が覚わるんではないかなと思います。なのでこうやってどういう風に進んでいくかっていうのを覚えていきましょう。ね。こういう風に、度数定規っていうのを、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ使ってみてください。最初のテーマ1でですね、ブレイクかもっていうことは、テーマのメロディーの一番最後の段がこのように 2-5-1 になっている場合、これちょっと今日枯葉であるので、ここハーフディミニッシュですけど、ハーフディミニッシュ、D7、G っていう風になってて、あ、ここ 2-5-1 だなと思ったら、ここの3小節目、最後の段の2小節はブレイクにさせることができるんですね。で、例えばちょっとやってみると、なんか止まった感じがするじゃないですか。でも今みたいに、みんなが止まらなくても自分がしっかり止まればそのまま復帰すればいいのね。後で説明する逆循環っていうのに入ったんですけど、ここで止まらずに、ここに一つコードを入れて、ここを繰り返し始めるというね、最後3回繰り返しとかっていうエンディングの時にはなるんですけど、これも 2-5-1 が最後で終わるから、あ、逆順に行くかもなーみたいな、最後繰り返しになるかもなー、そしたらボーカルの人とかこうサックスの人が3回ってやったら、ここ3回繰り返して3回目でここで止まればいい。要は1回目こう行って、今ブレイクしたけど、みんなそこでここに一つコード入れたから、こういう風に行くと。で、その時は別に慌てずに、もう一回行って、
で、3回だからもう1回スルーしたら、ここでまたフィルイン入れて止まればバッチリってことですね。要はこういうコードの流れでこう不安定から安定に行くとこにフィルインみたいな感じね。まあ、ブルースの場合はここのセブンスでブレーキしたりとかするときもあるんですけど、それはまあちょっと曲にもよるんですけど、ただこういうことを覚えて、よく歌物って言われる、この歌の人がよく歌う曲なんか最後の段がこれになってる可能性があるね。ところがこれが、解決が4小節目になってる場合は3小節目にいくらフィルインしてもみんな止まってくれないんですよ。なので知らない曲の時にパッて2-5が分かっていたら、そしたら、あ、これここでブレイクできるなとか、ここでこういう風にしようかな。で、これは、こういうことが分かってなくても長年やってると、あ、ここなんかこう止まる感じがする。それって2-5-1のことなんですよ。というのを覚えてしまうと、そんなに経験がなくても、あ、ここら辺こういう風になるんじゃないかなって予測ができるってことですね。今言った逆循環って何かっていうと、循環っていうのが、要は、そのトニックって言われる、1度から、ね。で、2-5-1っていう風に来るんだけど、ここの行くのに、この、これの上に、さらに5度上、ミレドシラ、ダソファミレ、レドシラソーっていう風にこう、トントントンっていう5つずつ落ちてくる。4度ずつ上昇っていう人もいるけどね。ミファソラ、ラシドレ、レーミファーソっていう風に思ってる人もいます。なので、上昇って考えてる人も、下降っていう考えてる人も両方いるんですけど、まあ結局4度と5度は一緒なので、4つ上がるか、5つ下がるか。で、この最初の1度から始まるのをこれを循環っていうんですね。で、ここ、これ見ると、ここで2-5-1で割って、ここに、その E7 っていうのを入れると、そうすると、こう、1-6-2-5、1-6-2-5っていうのができるんですね。で、これは、1-6-2-5はこれでしょ？だから、2-5-1-6になっちゃうから、これを、スタートがトニックじゃないので、逆順と言います。で、逆順って言うと、たまにいるんですけど、これ逆にやると思ってるんですけど、人がいるんですけど、それ違います。は、こうなってるってことね。こうなってる。こっちから読むんじゃない？こうなってるってことね。こういう風な形ですね。そうすると、これがさっきの、いわゆるその一緒にやったやつですね。これが、あ、エンディングなぁ。じゃあ、循環に行くなぁ。あ、もうに、あ、終わり、触れず。ということですね。だから、ここで、ダーラララーって E7 に行って、ここに来たから、ここで必ず終わるのね、最後にね。だから今、ここ2回目で、ギターが終わりそうな、ここの G の間に行きそうなフレーズを弾いたんで、あ、終わるんだな、じゃあドラムもフィルイン入れたらみんなで止まる。これに、逆順に行き始めるから、これ何回やっても構わないんですね。ずーっとこれ、もう、マイルスの、まあ、All of You とかですね、If I Were Bell っていうやつは、ちょっと違うところに一回行くんですけど、最後、逆順っていうのを回して、ここ回してから10分ぐらいソロしたりとかしますね。なので、これはいくらでも長いことできるんですよ。なので、3回繰り返しでもいいし、逆順に入ったら、合図があるまで繰り返しっていう場合もあるんですね。で、合図があったら、この D7 のところでフィルインを入れてあげれば、ブレイクするっていうことになるわけですよ。というわけで、2-5-1を知ってると、曲が簡単にね、コード進行を他の楽器の人も覚えれるし、っていう風に、理論は知らなくて感覚だけでできるけど、知っておいた方が便利なことも多いということですね。ドラマーってさ、こう、ピアノの人とかギターの人が、ここ2-5-1だからさ、って言われて、2-5-1なんのこっちゃろうって思ってるよりはね、ああ、はいはいはい、そこ2-5-1、あそこマイナーにするのね、みたいな。まあ、ドラムはそんなに表現できるものではないんだけど、マイナーの2-5-1にしたんだな、とか、あ、ここはこう、あ、ここはこう2-5-1に入れるんだな、とか、こう、2-5-1って、なんかこう、単純なコード進行の時にここに2-5-1入れたりとかするってことも、まあ、できるんですけど、それはまたちょっと別の動画でやりますが、まあ、こういった感じで2-5-1を知っておくと便利だよっていうこと。で、そしたら、そもそもそれは何で起こってるのかっていうのをやらないと、なんか、なんでこんなことを勉強しなきゃいけないって思っちゃうじゃないですか。でも、こういうふうに、ちょっとドラマーが知ってるとお役立ちになるみたいな。他の楽器も知ってると、あ、なるほどなって思えるような、コンテンツをちょっとシリーズでやっていきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。
このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。